さあ皆さんこんにちはスノーボードの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いしますだいぶ今回は雰囲気変わってボードの紹介をしたいなと思いますこれが私が乗っておりますシーズン中で一番長い時間乗ってるって言えるんですね BC ストリーム S 1 5 9ンチのワイドっていう板になります でこの背景になっているのが B c 7の S の、まあ、ホームページなんか見ていただくと、えー、S のカタログページっていうじゃないですかね紹介してあるページをちょっと背景にさせていただいて今回どんな乗り味かというこの S について少し詳しくお話しできればなと思っているんですねここ23年結構国産ボードのカービング人気でもう手に入らないよう予約じゃないとっていうのが結構続いてたんですけれどもで人気はまだまだ続いてるなっていう感じはするんですお店にいると。 なんですが、まメーカーの方の調整だったりとか、うちのお店の方もこの S の59ワイドは僕が乗ってる板でもあるので在庫もふんだんにお店で抱えるようにしっかりと取るようにして、まだ在庫があるので紹介できるので気になった方は是非とも僕と同じ板乗っていただけたらなというふうにも思っている次第です。S 以外にも僕 VL っていうもっともっとハードな板乗るんですけども乗ってる時間でいうとねこっちの方が長いかなと思います。じゃあこの S の 一番僕が紹介したいのはここなんですよっていうところをお伝えしたいんですけれどもアウトラインがディレクショナルツインですっていうのが一番の特徴になりますディレクショナルっていうのがノーズ側とテール側の形が違うよ。 だからレギュラーで滑った時とスイッチで滑った時のフィーリング全然変わるからねっていう一方方向に滑ることを目的としてアウトライン形を作ることが結構多いのがディレクショナルっていう形状になるんで,す、ね、でもスノーボードは反対にスイッチして滑ったりとかっていうトリッキーな動きもできるじゃんっていうのでじゃあノーズ側もテール側も同じ形にしておこうかっていうのでツインっていう板が生まれるんです。 なんで大きく分けるとディレクショナルとツインっていうふうに分けられるんですけれどもこれのいいところをうまく融合させたものがディレクショナルツインになりますじゃあどこがディレクショナルでどこがツインなのと言いますと滑るときに使う有効エッジこのサイドカーブって言われる部ですねこのエッジの部分がノーズからテールまで比べるとここがツインなんですでこの 有効エッジからノーズまでの長さと反対側テールまでの長さが違うんですねノーズの方を長くしているんですでも長くしている部分ってこのノーズの膨らみキックしている部分のここの距離感をテールよりもノーズの方を長くしているっていう感じなのでカービングをしてエッジを使ってギューンって滑るってなるとここが 1cm 長い短いはエッチングに関しては直接的な関係はないじゃないですかね。 そうすると滑っているフィーリングはサイドカーブツインなのでツイインンのサイドカーーブに乗っているフィーリングで,滑れるんで,すでもノーズがちょっと長くなっててそして反り上がりの部分を長くしていることによって雪面のボコボコとかモサモサとかパウダーとかに埋まっていかないでちゃんと乗り上げて推進していけるようなノーズを搭載しているっていう感じなんです。 そしてここでじゃあサイドカーブがツインだとサイドカーブがディレクショナルだとこの2つをちょっと紹介することでこのサイドカーブツインの S の良さっていうのをより伝わったらなと思うんですけれどもこんな真夏にですね僕のスノーボード大学聞いていただいている見ていただいている方はここから大暴沢な話になりますのでよろしくお願いしますね。サイイドカーーブがツンンだととタををしようと思って板を 立てていくエッチングをしに行った時にサイドカーブツインっていうのはノーズのこの幅とテールの幅が一緒っていうふうに言えるんですそうするとサイドカーブって均一になっていってディレクショナルの場合にはノーズが広くてテールが狭いっていうふうになるとディレクショナルのサイドカーブが作れるのでツインの場合にはノーズの幅とテールの幅が一緒なんですね。なんで 角付け作ってターン始めた時にノーズからテールまでの有効エッジが一気にビタッっていうふうに全部噛むようになるんです要はエッジングとともにフルエッジ噛むよっていうのがツインサイドカーブなんですね。でこれがディレクショナルになるとノーズの方が広くなっているっていうのがディレクショナルのなので。 ターンに入った時にまずここのノーズの有効エッジの角で抵抗を受けてそこでノーズのしなりがぐにゃーって始まっていくことによって軌道がどん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 内側になっていくよっていうふうにディレクショナルのボードの場合にはノーズのしなりっていうものが結構ターンの主主な役割になりやすくてサイドカーブツインだと 角付け作った瞬間に有効エッジ全部噛むのでノーズからテールまで一気に噛んだらウエストが一番細くなってるからウエストがグニヤっていう風にしなるんですねサイドカーブツインだとセンターからの板全体的なしなりっていうものをターン入り口からつかみ取りやすいんです作りやすいんですそれを使って深いターンっていうものを始めやすくなるんです ディレクショナルはノーズの抵抗によってノーズのしなりで軌道を作っていくので基本的にはノーズプレッシャーで滑り続けるから前足に乗っていくとか前後の前前の意識っていう動きが結構必要になっていきます。特徴的なのはうちの BC ストリームでいうと DR っていうモデルがまさに DR はディレクショナルの DR なので。 その前後の移動を積極的に使うことによってあの大きなノーズしゃもじみたいなでかいノーズをどんだけしなわせてもしくはどんだけこう立てながら抵抗を拾って滑るかっていうディレクショナルのの面白さががあるのが DR でございますでそこを今回サイドカーブツインにすることによって角付け作ってあげればノーズから出るまで一気に噛むので角付けと,とともにボード全体がグワーってしなる感じがものすごくわかるのが S なんですね。 そうすると僕がシーズン中からずっと言ってた遠心力うーんうーんって曲がっていく速度がどんどん上がるようなターンというものがまさにやりやすいのがこのディレクショナルツインサイドカーブツインになってる S っていうふうに紹介したいお話なんです。S、に乗ると遠心力ものすすごくく作りやすくって それ利用すするとものすごく深く深いターンができますよそれをシーズン中僕一番長く楽しんでるからこれを一番長く乗ってるんです。なんでぜひともカービングの遠心力深みとかっていうものをラウンドボードで,で何だったらあんまり前に振ってないです今日もこれ今日もっいかいつもこれ30の0で乗ってることが多いのでまあそのぐらいのセッティングで楽しみたいなっていう方はこの S の59ワイド。 S, S の59ワイド 159cm なんですけれども幅が260っていう幅があるんですね250超える結構板って、えー、幅感でいうと長さが160超えるとちょこちょこ選べるんですけど150台だとそんなにないなにいいっててう感じがしておりますそして板の長さを長くするとターンが大きくなっていって。 板の長さを短くするとターンがちっちゃくなっていくっていうターンサイズによって長さがまず決まっていきますよそしてこの今度幅幅が広いことによってエッジが噛みやすくなる噛みやすくなることによって深いカーブが描きやすくなりますよ幅が細いことによって切り替えが今度やりやすくなるそうするとパン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 っていうような切り替え次第で早く早く早く 落ちていくようなターンはものすごくやりやすくなりますよというふうに特徴が大きく変わっていくので <coughs> だいたい下練ででロングターン楽しもうみたいなことって結構少ないんじゃないかなと思うんですね週末なんか混雑してたりとかそもそもコースの幅がそんなに横取れないよみたいなコースもたくさんあったりすると思うのででも遠心力楽しみたいなと思うとショートターンよりもミドルターンぐらいが結構面白いんじゃないかなというふうに僕自身は思うのでミドルターンを シャドウ30度ぐらいまでしっかりとフルカーブさせながら曲がるってなったら長さはもうこれ以上いらないなって僕は思っていてでシャドウ30度でもしっかりフルカーブで曲がるためにはこの幅とこのサイドカーブツインの安定感があればものすごく強い味方だからどんな雪質だって攻略できそうじゃないっていうふうに毎シーズン取り組んでおります。ぜひともですねこのの BC スイムの S, S のサイドカーブツインの安定感と一気にセンターからボードがブワーってしなってくれてからの遠心力この辺を今シーズンはぜひとも掴み取っていただいて僕と同じようにカービングの遠心力を楽しむっていうのをシーズンのメインテーマにしていただけたらいいんじゃないかなと思いますこんな形で今回は BC セレブの S の紹介させていただきました是非ともでですねジョインンのののオンラインショップの方で S えー、在庫でご提案できるのが今回紹介した59ワイド56ワイド53ワイドこの辺は僕が乗る板なのであの在庫たくさん積んでるのでまだ在庫ありますでレディースに向けて47っていう長さをが何本かかなだけあって他が全部売り切れちゃったんですねなんでちょっとそういった形でのご提案になりますけれども興味のある方は S チェックしてみてくださいそれではまたスノーボーダーの青木玲でした